ゴールキーパー茂木です。フォーバックは石田、甲斐、野沢、フルス対戦の小川、中盤の4人が相原と庄司と青木、そして左に荒木、ツートップがこちらもフルス対戦、そして、リーグランキング得点でトップタイの7ゴール藤岡、コンビを組むのが4ゴール決めている田口です。ゴールキーパーは青木、フォーバック青山、黒木、辻岡、吉田、ノイズボランチに安田と力安、2列目がクスンノキと大渕の両ワイド、そして真ん中に入る上野陽介は岐阜の上野監督の息子です。4試合ぶりのスタメン、ワントップ前節ゴールを決めました橋本圭吾が入ります。庄司、青木です。囲んで安田、奪って出ていきます。カウンターに転じる宮崎、前線に橋本、左を使った上野、前持ち出す上野、折り返し橋本、先制は宮崎です。安田がここで奪ってからのシーンでした。今日4試合ぶりのスタメン、上野陽介からのクロス、野沢、ライナーのボール、青木が走り出します。これが流れてきました。荒木、タイミングが分かって縦いった、荒木の左足、前線に青木が出て、まあ、そこのロングボールから荒木にボールが渡りました。その隙に宮崎、ボールを奪って前を向きます。力安、振り切った、力安ミドルシュート、追加点宮崎。ここでボールを奪って自ら迷わず振り抜きました。2点リードは宮崎です。ビルドアップの際には 3-1-4-2 に近い形の岐阜、藤岡が少し降りる形です。相原割っていく、相原から田口へ、田口、黒木の守備、 PK。 今日も田口が PK を取りました。裏へのパス抜け出した田口、決めました。田口、前節と同じようなコース、1点を返しました FC 岐阜。手前でカット、川上、スペースを狙います。走り出した田口、いいコントロール、越しに行く、もう一度 PK、 青木のファールを取りました。先ほどの PK からわずか2分、セカンドボールかき出した宮崎、なんとかしのぎました。同じコースを狙った田口、右のワイドへ、待っている楠木、橋本、頭でスラして上野、甲斐対上野、内側使って橋本、左足、際どいシュートでした。会場をどよめかせました橋本。ムンギンジュ、藤岡サポート、前を向きます。藤岡から左へ荒木、マイナスの折り返し、青木が来た、枠の上でした。荒木、折り返す、中央、田口がいた、2人に挟まれて思うようなヘディングができませんでした。まだあります、すぐに入れます。石田から庄司、
中は十分に人数かけています。庄司からニア横山こぼれてくる、甲斐の折り返し、試合終了です。宮崎今シーズンアウェーでの初勝利、今シーズンの2勝目を取りました。さらに倒したのは上位の FC 岐阜です。